イベントに。うん、二人ともせっかく組んだわけだし、同じ目標を持つ者同士、一緒にイベントに出ようよ。俺たちが来月に出るイベント、出演者が一組出られなくなって枠が空いてるんだ。場所はレッドってライブハウスだよ。どう？レッドか。確かにあそこなら小さめだし、初めて出るにはいいかもね。小羽、せっかくだし出てみない？みんなに私たちの歌を聴いてもらいたいし。でも来月なんてそんな急に。大丈夫かな？大丈夫。来月だったら割と練習もできるし、それに私も一緒だしね。あ、そうか、二人で歌うってことは隣にあんちゃんがいてくれるんだ。それならできるかも。じゃあ決まりだね。話は俺から通しておくよ。オッケー、誘ってくれてありがとね、アキト。どういたしまして。同じイベントに出るのは初めてだし、楽しみだな。どういうつもりだ、アキト。なぜ急にあの二人を誘った？俺さ、中学に上がるまではサッカーやってたんだ。あ？もともと器用だったから、すぐエースになってさ。そんなにやる気はなかったけど、周りにも期待されて、ぼんやり将来はサッカー選手になりたい、なんて考えてたんだ。でも、全国クラスの強豪に当たった時、わかった。本気で目指してる奴らは、覚悟が違うってな。あいつらは、遊ぶ時間も、食う時間も、寝る時間も、全部投げ打って、ひたすらやり続ける。俺は、ラッドウィーケンドに出会って初めて、これが俺の全部を犠牲にしてでもやりたいものだって分かった。もしかすると、白石も同じじゃないかと思ってたんだ。あいつも、あれを目の前で見たって言ってたからな。口先だけの奴らと違って、あいつは本気でラッドウィーケンドを超えたがってる。どこかでそう期待してた。なのに、あんな素人と組み上がったなんてな。あんなヘラヘラした半端な素人と一緒にやって、あの夜を超えられるわけねえだろ。だから、目の前で教えてやる。お前らじゃ無理だってな。今度のイベント、俺たちの歌で、圧倒してやる。アキト、あいつらが半端な気持ちでやっていると決めつけるのは、まだ早いんじゃないか。じゃあお前は、あのチビが本気に見えたのかよ。音楽の授業くらいでしか、だぞ。そんなぬるい奴には、ラッドウィーケンドを口にする資格すらねえ。あの夜を超えるってことは。半端な覚悟で言っていいことじゃない。だからあいつらは、俺たちの歌でぶっ潰す。よーし、イベントに出ることになったわけだし、まずは急いで歌う曲決めよっか。うん、そうだね。いい感じ。難しい曲でも問題なく歌えそうだね。やっぱり小羽はすごいよ。そんな。これで大体候補は出揃ったかな。他に気になる歌とかある？あ、ミ
クちゃんが歌ってるこの曲どうかな。あ、これかっこいいよね。じゃあこれも候補に入れよっか。うん。あれ、どうしたの？プレイリストにタイトルのない曲が入ってる。え、あ、ほんとだ。アンタイトルってなってる。ダウンロードするときにうまくいかなかったのかもね。何の曲か聞いてみたら？うん。あれ？何も聞こえない。やっぱりミスしちゃったのかも。小羽、それ、なんか光ってない？え？本当だ。タイトルが光って。あ、眩しい！びっくりした。今の何だったんだろう。は？え？ここどこ？知らない通り。私たち店にいたよね。なんで外にいるんだろう。そうだ、スマホの地図で。あれ？動かない。どうしちゃったんだろう私たち。とりあえず歩き回ってみよっか。もしかしたら知ってる通りに出るかもしれないし。うん。でも知らないところのはずなのに、なんだか見たことあるような。小羽も？実は私もなんだよね。なんとなくビビッドストリートに似てて。あれ、このフライヤー、ラッドウィーケンドのフライヤーだ。なんでこんなところに。父さん全部なくなったって言ってたのに。あ、あんちゃん、あんなところにお店があるよ。あ、ほんとだ。カフェバーかな。あそこで道聞いてみよう。すみません、誰かいますか？いらっしゃい。ああ、君たちか。やっと来てくれたんだね。え？ミクちゃん？